実況させていただいております、シュロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はね、プレイステーション版のねロックマン4ですね、ミッションモードね。じゃあ次はこれですね、決戦タコトラッシュね。前回は2分49秒でクリアしてますね。はい、前回でも2分49秒でギリギリやもんね。前回でも2分49秒やから、ギリギリで行ってるから、これもうあれやね。まあ、バルーンなんか取ってられへんわ。じゃあ、バルーンじゃないわ。いい感なんかあんな取ってられへん。あんな取ってたら時間なくなるわ、ほら。ね。で、これ、もうね。これで行こうや。こういうのでね、もう、一足倒すぐらいじゃないとあかんよな。あ、これ効かないのか。もういいや、もう。ラッシュジェットで行ったり、ここで。もう、時間短縮で考えていかなあかんってことやね。危ね。もう、あんなエディなんか取ってられへん。そういうことやわ。うん。で、ここも、あ、ここもドリルで行きゃいい。あ、ドリルちゃうわ。これね、武器チェンジも時間の無駄ですね、これね。うん、よく考えたら。こうやっていかない感じもちろん。もうしょうがないけどね、武器がもったいないけどしょうがない。さっきよりはだいぶ早いと思うよ、これ。あ、そうか。回復したらよかった。助かったな。これ武器チェンジがな結構時間の無駄やな。結構ギリギリですねこれね。かなりギリギリですねこれ。かなこれ。もう1分切ってるからな。1分切ってるよな。連続止めな。やばい。よし、倒した。お、前回より早いぞ、これ。ねえ、前回より早かったですね。2分49秒やったから。2分37秒、新記録ですね。はい。はい、じゃあ次の、次。